はい、今回はねこちらのヒイラギを使用していきたいと思います。まあ、こちらはねドライを今からやっていきます。密封容器をね用意してください。はい、まずねシリカゲルを軽くね引いていきたいと思います。今回ねこちらのドライフラワー用のシリカゲルをね使用していきたいと思います。ではねこちらにシイラギを今からね入れていきます。はい、入れ終えたらこちらにねシリカゲルをねどんどん入れていきたいと思います。シイラギがね隠れるぐらいまでね入れていきます。終えたらね密封をしてしまいます。そしてねあとだいたい1週間ぐらいね寝かしたいと思います。はい、今ね1週間経ったので開けていきたいと思います。どないなってるかな。さあどうやらうまいことね乾燥してくれてるといいんですけども、どうやろ、よし、どうだ、ちょっとね色がねあの黒みがかかってしまったかわからないけど、まあいい感じでねドライになってるんじゃない、ないかなと思います。はい、こちらのねヒイラギはねまたね後日ねアート品としてね使っていきたいと思っております。また今後ねどんどんねいろいろなねあのドライも作っていきたいと思います。